皆さんこんにちは。希望の日本先生チャンネル、今回は八木直樹先生をお招きいたしました。東京大学の、医学部の救急医療、そうですね、救急医療でいいかと思います。救急医療の教授であられた先生であります、はい。先生今日はよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。もうあの東大の先生とかっていうと、もう僕なんかするともうすごくこう雲の上の人という感じがするんですけども、初めてお会いしたのがまさにその東大病院の中だったんですよね。赤尾由美さんのご紹介で、もうすごい面白い人がいるから会ってくれということで、会いに行きました。で、何にも先入観なくて、最初に会った時の印象、目の前に俺がいると思ったんです。で、それもあの自分がいるっていうんじゃなくて、自分のもともと生まれてくるはずの魂があの先に生まれちゃった。あの誕生日も近いんですよね。そうそう、あの数日の先生の方が上になるんですけど、いいものを先に、1個の魂だったんだけど、もともとあったいいものを全部持っていっちゃって、残りかすだけしかなくて、俺これでどうやって生きるっていうんだっていうような調子で自分がなんか生まれてきたのかなっていう風な感じがすごくしたことを今でもはっきりと覚えています。あの本当に素晴らしい先生です。ほとんどの方は八木先生のことをご存知の方が多いと思うんですけど、あの初めて接するという方も中においでになると思うので、簡単に自己紹介をいただければというふうに思います。はい、はい。じゃ あの簡単にあの自己紹介をさせていただきます。あの八木直樹と申します。あの私は昭和56年に医者になって、そして35年間、まあ、あの医療職、医療現場にいたんですけれども、あのまあ、専門はいろいろやったんですけど、まあ、あの一応救急集中治療っていうことになります。それで、まあ、あの分野はまあともかくとしてですね、その医療職をやってて感じたことが、まあ、今こうしてその大柳先生とのご縁をあの得たことにもなると思うんですけども、そのやっぱり我々医療職もサービス業なのでですね、あの患者さんやらあのご家族に、まあ、その医療を受けて満足してもらえるのが理想なわけですね、はい。だけれども、その私が現場に出た頃は、まあ、患者さん、大人の患者さんだと大体明治とか大正生まれの方が多かったんで、まあ、ご家族も、まあ、そういう年代なので、まあ、言ってみたらそのそういう方々と応対してた頃っていうのは、あのご家族もその病状なりその運命の受け入れが非常に良かったんですね、はい。それがだんだんあの年月が経つにつれ、そういうものの受け入れがだんだんこう悪いというか、まあ難しくなってきて、はい。それでそのまあ一言で言うと、商用としてこう自分の運命を受け入れるというのとは対極で、まあ結構その嘆き悲しむ人が増えてきたっていうのがその一つあって、例えばそのサービス業ですから、現場として、まあいわゆる戦術レベルといいましょうか、現場としてはまあ少しずつはあのそういう中身はあの向上しているとは思うんですけれども、その満足度という意味では逆相関しているような感じなんですね。例えばですね、あの私が現場に出た頃っていうと、大動脈、胸の大動脈 あの緊急手術、破裂なんかして緊急手術をすると、その私どもが勤めてた、まあ、言ってみたら日本で当時一番進んでた病院でさえも、そうですね、やっぱりかなりの割合で助からなかったんですね。かなりの割合と言っておきますけど、胸の大動脈の破裂ですね、はい。それがですね、はい、年月が経つにつれて、やっぱりあのそういう現場の努力もあるでしょうけれど、はい、結構、まあ、ほとんど助かるようになってきて、はい。そうするとですね、仮にですよ、半分なくなりますって言ったらば、はい、あ、超反駁地と一緒で、助かれば儲け物、うん、はい。まあ、うまくいかなくてもしょうがないでしょ、ところが、はい、仮にですけれど、これが100人中95人助かりますって言ったらば、助かるのが当たり前、で5人に当たれば、なんでうちの人はっていうふうに怒るわけですよね。つまりあのサービスの質が向上すると、それにつれて感謝を感じるあの度合いが上がっていかない限りは満足度下がっちゃうわけですね。
でこれはじゃあなんでそういうことになったのかと思うとですね、はい、ちょうどまあ明治大正っていうとちょうど自分の両親も大正生まれでしたけども、はい、やっぱりあの戦争先の大戦でのその、生き残りでもあるわけですよね。つまりその、はい、多くの人が亡くなって、まあ、自分のね、はい、身内も当然亡くなってっていう中で、はい、やっぱりこの生きていられることだけでも儲け物だっていう意味でのそのまあなんていうか、はい、慎深さみたいなのがあったと思うんですけど、はい、あの時代がこうだんだん下がってくるとむしろそのやっぱりその社会としてこう死を遠ざけてる面もあってそのまあ生きてて当たり前っていう風になっちゃうのでそれって逆に言うと不幸なことですよね。つまり人間って当たり前になっちゃうとありがたさありがたいがなくなっちゃうので、はい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 、でそれでまあいろいろこうなんて言うんでしょう古き良き日本のそういう良い部分をあのに光を当てるっていうようなことを、うん、まあ、 あの現役の後半からやってきたっていうのが自分の、うん、まあ、自己紹介になります。あ、はい、ありがとうございます。あのそうなんですよね、あの明治大正生まれの方特に大正の11年12年13年ぐらいの生まれの方って同窓会開くと1クラス40人で男20人女20人で同窓会開くと男の、まあ、男性が3人ぐらいしか集まらない女の子はまあ17、18人来るんだけど男3人ぐらいしかいないってなんでだって言ったらみんな戦争で死んじゃったって言うんですよね。だからそれぐらい本当に激しい時代厳しい時代を生きてこられた。だからそれだけに生きてるっていうこと自体にありがたいと思うし、うん、で具合が悪くなったらもう本当に目の前で亡くなっていく人をたくさん見てるから、うん、だからもう亡くなって当たり前なんだけど、うん、それがお医者さんの手にかかることによって毎日助かったらいやありがてえなって素直に感じていくことができた。ところが現代では助かった当たり前、それがもうねやっぱり6割方お亡くなりになって なるっていうようなケースであってもその6割の方に入ってしまうとなんでうちの父ちゃんばっかりって苦情になってしまう。なんかこう非常にまあ寂しいというか割り切れないものを感じたりしますよね。でそういう中にあってその愛情という部分においてもかなりこういろんな、まあ、無理が出てきてるのかなっていうものもありまして、例えばあの僕の親父なんかの世代だと子供が4人生まれたら2人はまあ大体子供のうちに死ぬっていう大体あの男の子の場合は成人することができるのは、まあ、確率的に5割しかない。だからもう七五三で3つになったぜ4つ5つになったぜ7つになったぜってことでもう盛大にお祝いしましょうっていうものもあったんだけど、うん、今あの、10人子供が生まれたら、まあ、大体ほぼほぼ10人みんな成人することができる、うん、そうなってくるとこの大人になることができたっていうことについての感謝の気持ち でそこまで親が育ててくれた無事に俺がこう無事にこうして俺は大人になることができた。大人になった以上はやっぱり責任持って世の中を渡っていこう、自分たちの子供たちや孫たちのために本当に良い時代を残していこうというその気持ち自体が希薄になっていってしまうというこの問題ってかなりあるような感じしますよね。そうですね、はい、やっぱり当たり前になっちゃうとというか当たり前と感じちゃうとそうなっちゃいますよね。生きてることは実は当たり前のことではないんだっていう、うん、そうですね、そうですよね、はい。でまあ そういう中にあってあの実は八木先生すごい方で東大の救急病院にお勤めだった頃全くあの家に帰らなかったとか家がなかったってそうですねあの病院の中に住み込んでらっしゃってで部屋の中あの時見せていただいたんだったからあのすごかったですよね。狭いですね、うん、いや狭くないです先生あの部屋広いですよ。ところが広い部屋の中本だらけなんです。もうそれがあの本棚にこうちゃんと並んでるとかじゃなくてもうそのものすごい勢いで積み上げられていて、あれあの一度読んだ本を探そうと思った時かなり大変だったんじゃないですか。ですね、あの乱雑のように見えても一応その中で、はい、その秩序あるつもりではあったんですけど、はい、あれあの、まあ、病院を、はい、あの退官なされてから、はい、あの引っ越されたんですよね、はい。あれ本はどうされたんですか。ですね、医療関係の本はほとんど置いてきて、それで
寄贈というほどいいものかどうか分かんないんですけど、はい、まあともかく置いてきちゃってですね、はあはあ、なので医療以外のものを持ってきましたね。でそれが7つぐらいの場所に分けて置いてたので、はい、結局引っ越しの時には2トントラックで2台分になっちゃったですね全部本、まあ、全部というわけではないんですけど、かなりと言っておいた方がいいのかもしれませんね。あ、すごい読書量ですよね。いやただまあなんていうか本読めば賢くなるわけではないのでそれを強く感じますね、はい、いやそれは八木先生のような賢くなっていろいろとどうしたらいいんだっていう気になっちゃうので、いや、やっぱりあれですよね、その政略戦略戦術の話になっちゃうけれども、はい、こちらですね、はいはいはい、いい意味ではやっぱり目的的に読んだ方がいいんでしょうね、乱読よりはというようなことをちょっと本読んで感じましたね、はい。実はこの希望の日本再生チャンネルを開こうというきっかけになった部分なんですけども、まあ、その先ほどの事前の打ち合わせがありまして、でその時に出てきたのがこのお話だったんですね。政略戦略戦術で日本人というのはこの戦術の部分では非常にこうしっかりとした方、もうみんな一生懸命努力をすることによってここの分野については非常にこう いろんなものがちゃんと出来上がってる。でところがリーダーシップ研修みたいなものは結構あったりして、リーダーを育てる教育っていうのはあるんですけど、戦略家を育てる、ここですよ、これが全くない。だから物事を対極的に見てそれを動かしていく、でその中で勝利を得ていくっていう、これが全然日本の中にこの教育っていうのは全くされていない。でこの話をしましたら八木先生が、それだけじゃありませんよと、政略自体がないんですよっていうそういう話があっていや確かにと思ったんですけど、はい、そうですね、まあ、やっぱり日本ってこの明治維新まではもちろん、明治維新以降いわゆる世界にこう世界の荒波に、まあ、こう船を漕ぎ出したにもかかわらず、はい、やっぱりその内向きというか、はい、その性善説というか、いわゆるその、まあ、海のおかげで、はい、まあ、直接こう国土を蹂躙されるという意味ではあまりそういうきっかけがなかった、それまでイメージ。そうすると、はい、そのいわゆるその民族の生き残りっていうことを生死をかけてっていうことがなかったですね。まあ現行の時にはもちろん一部侵略されましたけど、でもそれとても結局国土から見たら一部で、はい、つまりそのこの縄文以来ずっと、まあ、分かってる範囲では国土がそういう意味では安全でしたよね、はい、そうするとその生き残りをかけていろいろなことをこう考える必要がなかったっていう、そのまあ歴史があるから、やっぱりそういうことを考えなくて済んじゃったっていうのがあって、でそれを明治維新以降も考えなかったから、まあ結局は究極大東亜戦争というか、まあね、第二次世界大戦での日米戦を中心として、その気がついたら戦争に引き込まれてたっていうような中で、しかもそれがですね、戦後もそれを総括、いわゆるこの国民レベルとして総括するってことがなかった。それなぜかっていうと、結局そこから何を学びますかというその政略戦略戦術的なその解釈というか総括を総括をしてないからですよね。またそれをすることもなかなか難しかった面もあるけれども、やっぱりそういうような意味で、まあ、今日に至るまでそういうところがまあ抜けちゃってるっていうのは大きいかと思うんですね。完全に抜けてますよね、はい、戦争に敗れて GHQ によって日本国憲法を押し付けられて、で憲法を守る、で守った中でどうやって生き延びていきましょうかっていう戦術は一生懸命議論されるんだけど、いやその世界の中で日本がこれからどうしていくんだ、どうやって生き延びていくんだっていうことに関する対極的な見方って全くここもここもないという状況がついてる。で先の大戦にしてもアメリカはその日本と戦うっていうことになった時に、日本にまだ戦いの結果が出ていない状況の中で日本に勝利した暁には日本に対してどのような再考していくのか、工作をするのか、全部これ戦略計画書が出来上がってるわけですよね。だから GHQ が入ってきて23万人公職追放してますけど、23万人公職追放したっていうのは行き渡りばったりで追放したわけじゃなくて、ちゃんと前もってリストが用意してあって、そのリストに基づいてお前出てけってやってるわけですよね、うん、そうですね。じゃあ逆に日本が
仮にあの戦争に勝ったとして、勝った時に日本がアメリカをどう占領するのかとか、あるいは勝利した後に世界戦略として日本がその後どのように展開していくのかという具体的なプランを持っていたか、つまり政略戦略といったようなものを持っていたかといったら何にもないんですよね。でそういう意味でやっぱり今日本において必要なことはまさにこの戦略家の育成、そしてまたその上の政略家の育成、ただのリーダーシップ、みんなの輪を取り持ってというリーダーではなくて、生き残りっていうものをかけた国家100年の体系をしっかりと組み立てることができる、そういう政略家の育成っていうものが多分必要になってくる、はい、ところが残念ながらこの政略も戦略もこういう人たちをその育成する教育プログラムも教育機関も研修センターもセミナーも何にもないそうですね。だからまあ、あとはそのまあどういうそのやり方でって言った時にいくつかのその、はい、方策はあると思うんですよね、はい、例えば一番そのまあ乱暴というかショートカットしようと思えばですね、はい、今世界を動かしている人たちのところに頭を下げて、はい、抱きつき作戦じゃないですけど、はい、いろいろ学ぶっていう手もあると思うんですよね、はい、まあ具体的に言えばその非常にこう限られた人しかそういうところに飛び込めないと思うんですけれども、まあ具体的に言えばそのフリーメイソンの上の方っていう意味ですけど、まあそういうようなやり方をした場合には今度はその何でしょう、やっぱりまあ非常に濃い関係になっちゃうのでその後が難しいかとは思うんですけれども、あとはですねやっぱり今生まれてきてるそのまあ、魂の出所が違うというかレベルの違う人たちが日本にどんどん生まれてきてますけど、はい、そういう人たちがそういう教わるのではなくですね、うんうん、いろんなことが分かりますので、はい、そうやってその自発的に仕組みを作るっていうことが可能だと思ってます、うんうん、だから多分その日本的には後者の方が現実的のような気はしますね、うん、はい、まあ、儚い抵抗になるかも分かりませんけど、この希望の日本再生チャンネルを立ち上げた理由の一つっていうのがこの学校を開きたい。で、いわゆるその国家戦略ですとか国家の政略といったようなものについてこれを専門に扱ってらっしゃる方を外国から講師としてお招きをしてちゃんと通訳もつけて日本国内でしっかりとした教育研修っていうものを行っていくという取り組みをしていきたいなと。で比較的早い段階でもこれやっていこうというふうには思ってるんですけどね。でもおっしゃるように育成するって言ってもこれまた厳しいものがあって、教えられたからじゃあその100人の生徒がいて100人の生徒がその極めて優秀な戦略家の方から戦略の立て方っていうのを教わりました、じゃあ同じレベルの戦略家になれる人がどれぐらいの割合で出てくるかっていうと 0.1% に満たないと言われてる、うんうん、はい、1000人に1人だったんですよね、うんうんうん、1000人に1人が戦略家のレベルで数十万人に1人がこちらのレベルだ、うんうん、戦略家のレベルだと、うんうん、だから その人にたどり着くまでっていうのは、まあ、本当にある意味ものすごく、そうですね、多分だからおそらくそれはなかなか予見が難しいんですけれども、はい、まあ、自分たち その役割はおそらくですね、はい、ほといてもそういうことが分かるような人たちってのある一定数必ず出てくるので、それまでのまあ言ってみたら下ごしらえでいいと思うんですよね。例えばその先生がやってらっしゃるようにそういうその古き良きね日本をが現在にどういうふうに生かせるかとかっていうそのまあ事実をね、そういうその分かりやすくこう広めるとか、そういうようなことを、つまりそうやってこう、まあ、何でしょう、花坂じいさんじゃないですけれど、はい、灰をまいとけば、うん、そこからきっと勝手に生える花が出てくるっていうのが自分の目論みというか予見なんです、うん、なのでそういう意味ではですね、今もこのいろんな領域に優れた人、はい、例えばそのついこの間もバイオリニストで吉村ひまりちゃんっていう、今もう12歳ぐらいになったと思うんですけど、はい、もうそれこそ小学校に入るぐらいのレベルで世界の有名なそのコンテストで優秀な成績を次から次へと収めてる子がいて、その
バイオリンなんか聞くとやっぱりそのいわゆるその全く次元が違うっていうか、あの大人でもですね、はい、ここまで深い解釈ができるのかなっていうぐらいの素晴らしいもんだっていうふうに、まあ、専門家の方たちがおっしゃってる人も出てるし、そのちょっと前ですと、はい、盲目のあの辻の元気さんとかね、ピアノの、はい、それとかあのいろんな領域に出てますよね。例えば野球で言えば大谷翔平さんみたいな人とか、ああいうその言ってみたらあのレインボーチルドレンというか次元の違う人たちがこれから日本に生まれて、それでその日本がその世界平和っていう意味においての大調和をその世界に広めていくっていうような形になっていくんじゃないかなって自分には見えるんですけどね。はい、あの僕が思っていたのは戦時中にね、多くの兵隊さんが亡くなっていかれた。で、兵隊さんの中にはもう本当に将校クラスの方でめちゃめちゃ優秀な方々ってたくさんいたと思うんですよね、はい、で戦地で、まあ、本当にあの食うものもなくて、でまあ、部下たちが激しい戦闘の中で死んでいった。でその一つのこう手段が、まあ、向こうの世界に行ってですね、でやっぱり上官として思うのは、こいつら若くて徴兵でやってきて本当にこいつら、ね、もう苦しい思いをさせちゃった。だから戦後の日本ってもう本当に平和でいい時代になるから、うん、だからお前たちまず生まれ変わって新しい時代で恋の一つもしてこいよと、先に生まれよということで、まあ、大体その、まあ、一般の兵隊さんたちが先に生まれてきて、っていうことだったんじゃないかなと。でいわゆるその将校クラスの人たちっていうのは、部下たちが全員その高度成長経済とかバブル期とかいい経験をいっぱいしてきて、でなんとか人生全うできた。その後にでもそうは言っても、それだけ それだけだと日本が壊れてしまうんで、最後やっぱり日本を立て直すためにということで、この30年間の間、まあ、不況が続いたわけなんですが、この間に、かつてのめちゃめちゃ優秀だった人たちが生まれ変わって出てきてるのかなと、それがいわゆるレインボーチルドレンというものなのかなって僕なんか思ったりするんですけど、そうですね、まあ、あのちょっとその具体的な内訳まではわからないんですけれども、ただまあ言えることはやっぱりその何でしょう、こう人類 その進化ってこうスパイラルのようなもんで、はい、いわゆる直線的に上がるわけじゃないので、はあ、このスパイラルといった場合に、横軸はその例えばこっち側が光、こっち側が闇とかっていった場合に、はい、やっぱりいろいろなものを経験しながらこう上がっていくように見えるんですよね。だから今はその日本として見ると、まあ、ちょっとその、はい、まあ何て言いましょうか、もう一つですけれども、それはその次のため その、まあ、途中経過なので、その良い悪いとかではなく、やっぱりそういう意味での必然だと思えば、はい、あの私は別にその全くそういう意味ではあの将来っていうのは明るいというふうに、はい、もちろん一見ね暗いところ今通ってるんで、はい、しばらく暗いでしょうけど、はい、その後ってきっと良いというふうに自分自身は思ってます。それは確信持って、うん、まあだからその感覚って難しくって、はい、うまくその説明ができるかあるいは共有できるかは分かんないんだけど、はい、そのもし人類というものがその必要なもんであれば、つまりその意識の進化っていうそのこの神羅万象の中での役割を一部担っているとすれば、どんな形ででも必ず残ってまた進化していくので、だからそれがまあ極論すればこの3次元でなくたっていいと思うんですよね。なのでそういう意味ではどんな形になれ心配はいらないというふうに思っています。はい、必ず希望はある、はい温かい言葉を八木先生からいただいたということで、さらにこう深掘りをしていく話は次回、今度はあの中井魔力ということでお話を伺っていこうと思います、先生今回本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました、最後あの希望の日本再生チャンネルっていうのをやるんですけど、希望の日本まで行きますので、再生チャンネルのところをご一緒に、再生チャンネルのところをやっていただきます。では行きます。希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。